日本一の豪雪地帯を走る新幹線、上越新幹線。一晩で1メートルもの大雪が降ることも珍しくない。この豪雪地帯に冬しか乗れない新幹線、しかも日本一安く新幹線に乗れる区間があります。皆さん名前はご存知だと思います。ガーラ湯沢。今日は日本一安く新幹線に乗れる区間、歩いたら何分かかるか検証してみます。申し遅れました。私、また旅よりまた旅に出たい過酷な鉄道系 YouTuber、トラネコと申します。今日は新潟方面からガーラ湯沢駅にやってきました。今見えているのはガーラ湯沢線との合流部分です。さすが高速鉄道世界一の豪雪地帯。スプリンクラーがフル稼働しています。越後湯沢、いきなり洗礼を浴びました。越後湯沢駅に到着。今日歩く 1.8 キロはもともと上越新幹線の回送線として存在してましたが、裏山にスキー場を開業させたことで営業線として誕生しました。さすが越後湯沢、すさまじい量の水がスプリンクラーから吹き出されています。1平方メートルあたり1分間に約 0.7 リットル、約10度のお湯が振りまかれています。この奥に見えているのがガーラ湯沢線です。越後湯沢駅はまるでバブル時代の遺産のような立派な駅舎。1時間に1本程度の上越新幹線ですが、通過線2線を含めた4面6線の大きな駅です。そしてこちらもバブル時代の遺産。悲しくなりますね。この日は上越線も大雪で運転見合わせ、凄まじい量の大雪が降っています。こんな悪天候の中ですが、ガーラ湯沢駅まで歩いていきます。越後湯沢駅は駅を出ると温泉という素晴らしい立地の駅。越後湯沢駅から歩いていきます。越後湯沢駅を出るとすぐに雪道、裏にはすぐスキー場もあるような立地なので、送り迎えの車などひっきりなしに行き交っています。そして雰囲気のいい温泉街、ここが今度の新幹線が停車する主要駅の駅前だとはとても思えないような素敵な雰囲気です。いいですよね、こういう雰囲気。少し歩いたこの辺りは新幹線とガーラ湯沢線の分岐の辺り。まるで要塞か万里の頂上のように続く高架橋が山の方へずっと伸びています。この辺りからだんだんと上越新幹線の本線とガーラ湯沢線の高低差がついてきます。そしてこの辺りから二重構造、上の東京ラインみたいな豪華な二重構造になってます。お金かかってます。北海道生まれのトラネコには水をまいて除雪する方法は珍しく見えます。北海道では水なんて出したら凍ってしまいますからね。そしてこんな雪の量は北海道ではなかなかお目にかかれません。除雪車がひっきりなしに行き交ってます。雪国ほんと大変だわ。だいたい3分の2ぐらいまで歩いてきたでしょうか。ゴール湯沢まではあと少し。左上に見えているのが上越新幹線の本線のトンネル。もうこの辺りで完全にガーラ湯沢線は奥の方へ分岐しています。山側と反対側に分岐しているのがガーラ湯沢線。そしてこの分岐したガーラ湯沢線はこのままトンネルに入っていきます。このトンネルの横を道路が走っていて、そのトンネルを抜けるとそこにはゴール湯沢でした。ガーラ湯沢駅から左に目をやると上越新幹線のトンネルとトンネルをつなぐシェルターが見えてきました。これは雪の影響をできるだけ少なくするために設置されています。またすごい量のボタ雪が降ってきました。この雪の中を新幹線は定刻通り発車していきます。こういう発車シーン、グッときますね。ゴール湯沢駅まであと少しだけ歩いていきましょう。それにしても両脇は凄まじい量の雪の壁。そりゃスキー場もできちゃいますよね。歩いてきた道はガーラ湯沢駅の手前で線路の下をくぐって反対側へ出ます。もう目の前がガーラ湯沢の入り口なのですが、結構車の出入りも激しくて車で来る人も多いようです。そして滝のように流れる温水、階段状にしちゃうぐらいの結構急な坂を登っていきます。越後湯沢駅を出てから1時間余り。だいぶ疲れましたが、このようこそという言葉に救われます。いや、歓迎されて嬉しいです。見えてきました、ガーラ湯沢駅。現場で入れた声は結構死んでますね。眼下には関越自動車道、そして奥には湯沢の街が見えます。 Google マップでは25分で着く予定でしたが、雪道だったせいか1時間10分で越後湯沢駅からガーラ湯沢まで歩いてきました。ガーラ湯沢駅は体育館のような大きな建物に見えますが、3階建てのビルです。スキーウェアを着てないとアウェー感すごいですね。そしてこの行列はシャトルバスを待つ長い行列。ガーラ湯沢と越後湯沢を結ぶ無料シャトルバスがあるので、歩いてくるのはただの変態です。新幹線改札にやってきましたが、残念ながら発車15分前にならないと入れません。ここは新幹線改札を出たところですが、改札を出てすぐ右側にはリフト券などが買えるカウンターがあります。
そしてこの通路の奥にはもうすぐにリフト乗り場。新幹線を降りて5分以内にはリフトに乗れちゃいます。このリフト専用の IC カードで乗車するのですが、スイカは残念ながら使えません。もちろん緑の窓口も券売機も営業しています。越後湯沢まで250円で新幹線に乗れます。東京からも6000円で来れる新幹線直結のスキー場って安いですよね。フロムアクアはすぐそこで取れた湧き水のはずですが高いですね。スキー用品のショップもそれなりに充実しています。1990年にガーラ湯沢が開業してから数々の CM が放映されてきました。ガーラ湯沢はそんなに広いスキー場ではないですが、初心者から中級者まで幅広く楽しめるスキー場だと思います。もちろんレストランなども営業しています。今ラーメン1杯1000円ぐらいしてスキー場価格でしたけどね。少し外へ出てみましょう。本当に駅舎のすぐ裏山がスキー場だというのがよくわかります。そしてこの奥が上越新幹線の乗り場。もう一度駅舎の中へ戻ってみましょう。この吹き抜けが開放感があって素晴らしいのですが、この上の階3階には何があるんでしょうか。スパとカフェがあります。このカフェの奥には日帰り入浴ができる温泉。スキーの後の温泉って最高ですね。さあそろそろ新幹線車両に乗って越後湯沢へ戻りましょう。残念ながら越後湯沢までは特急券がないと帰れません。ちゃんと乗車券と特急券250円で買えます。これが日本一安く新幹線に乗れる切符だ。すいません、入場券は記念で買いました。こちらが日本一安く新幹線に乗れる切符です。あっという間に発車時刻5分前になりましたので改札口へ向かいましょう。改札の前は指定席と自由席で列が分けられています。250円で新幹線改札をくぐるなんて夢のようです。今日は新幹線の本数少なめですが、繁忙期は17時台でも3本の列車がこの駅から発車していきます。トイレのマークもスキーヤーになってます。ガーラ湯沢駅は一面二線の駅、エスカレーターを降りるとすぐ新幹線ホーム。もちろん行き止まり式の線路です。もちろんガーラ湯沢駅でもスプリンクラーはフル稼働してます。谷川号は17時2分にガーラ湯沢駅を発車。トラネコは越後湯沢駅からガーラ湯沢駅まで1時間10分かけて歩いてきましたが、この距離も新幹線ならあっという間、何分で着くでしょう。本日も上越新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく越後湯沢です。越後湯沢の次は高崎に止まります。Ladies and gentlemen, welcome on board the Jōen Tsushin Company. This is a $20 Super Express bound for Tokyo. It stops at Echigo Yuzawa, Takasaki, Omiya, Ueno, and Tokyo. トラネコが1時間10分かけて歩いた距離を新幹線は3分でやってくることができました。さすが新幹線ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録して他の鉄道動画もご視聴ください。ありがとうございました。また旅の動画でお会いしましょう。